ポータブル電源とは、下半型のバッテリーで外部電源により充電を行い、蓄電された電気を電気製品、機器に供給可能な電源装置である。アンカーパワーハウス一般的には、スマートフォンの外部電源として多用されている、モバイルバッテリーの内蔵蓄電池を大容量化したもので、DC 電源からの充電や、ソーラーパネルでの充電に対応し AC 出力に対応するなど、 多機能化したものを指す。モバイルバッテリーと比較し、数倍から数十倍ものバッテリー及び多機能化に伴って、その他の機能を搭載するため、それなりの大きさと重量があり、持ち運びが可能な取り手やキャリーがついている製品が一般的である。屋外での電源確保の手段としても有用であり、下半が手発電機に代わりキャンプや車中泊、災害時の備えとして注目されている。 また、長時間使用できる、大容量型も増え、災害対策用として自治体での採用も進んでいる。製品によって若干異なるが、電源供給用出力端子は、USBDC12VAC100V 等を備え、付属品を用いることによって、ソーラーパネルを用いた充電等に対応するモデルも存在する。電源本体の出力許容範囲内で、 車載用機器や一般家電製品が使用できるため、本来電源が存在しない屋外や災害時等にも電源の確保が可能となる。一般的な家庭用電子レンジやヘアドライヤー等は消費電力が大きく、それらを動作させるには家庭用電源同様の 1000W から 1500W 程度が必要とされるが、蓄電池性能や充電機能の技術進歩により、 家庭用電源同様の定格1500ワット以上、出力可能な機種も存在し、キャンプや車中泊等のアウトドアに供する他にも、災害対策としての保管や、発電、調理に火や燃料を使わずに済むというメリットがあるため、高額にもかかわらず需要は伸びている。全般的に製品は OEM、ODM される場合が多く、同じ製品が複数ブランドで展開されることもある。 また、筐体デザインの違いのみで、内部設計が同じ商品も存在する。この分野では、中国企業が先行しており、ブランド戦略に注力し、コストパフォーマンスの高い魅力的な製品を多数展開している。上記の利点、欠点欄にも記載される通り、従来型発電機と比較すると、騒音の少なさや、室内利用が可能な点など取り回しが非常に良い点が多いが、 電力の制限及び連続運用という面では2021年現在では大きな課題が残っている。ポータブル電源は本来は電力が存在する場所、もしくは付近に電力が存在する場所での運用を主にすることに対し、発電機は屋外等の電力が存在しないスペースで燃料を用いて長時間大電力を供給することを目的としており、 そもそもの目的からして異なるため用意に比較が行えるものではない。充電しつつ出力が可能、もしくはパススルー機能からの瞬時切り替えが搭載されたモデルでは無停電電源装置と同様の運用が可能となる。これらは高度な業務用向け製品ほどの信頼性はないが一般家庭や小規模オフィス等で防災も兼ねて普段より充電しながら利用することにより一万一の 停電時でも、電子機器の急なシャットダウンを防ぎつつ、その後も、また電マで大容量バッテリーとして運用可能な、ことから企業向け防災用品とともに普及が、見られている。一般社団法人防災安全協会では、防災製品等推奨品審査会において、災害時における、必要性、安全性、機能性、利便性を、評価基準として厳正なる審査により安全性が高く、 災害時に有効に活用できるポータブル電源製品を数多く認定している。計画的な運用や短期間の防災目的として評価が高いポータブル電源ではあるが、日本国内でも複数のモデルで発火事故や爆発事故が発生している。ポータブル電源はモバイルバッテリーのような電気用品安全法による規制は存在しないため2021年現在では、 認めではその製品がどのような安全機能が搭載されているか等の判断は行えない。ありがとうございます。